ファルセットちょっと練習しましょう。3つの音ぐらいかな。女性の場合これオクターブ変えてもらって構いませんからね。よろしく頑張ってください。ちょっとテンポ上げましょうか。今62くらいでした。もし別に合わなくてもいいです。なんかかけてるってことが大事。72にしました。これ負けすぎるとね、つまりあー難しいね。だからなるべくそんなに開けない。72ぐらいとこう2等分にする感覚をうまくこうちょっと長く短くとか短く長くとかいろいろできて面白いかなと思います。そんなに急がないでしょ。心臓の鼓動と大体近いですよね。ちょっと感じがある。でブレスですが、瞬間に緩める。寿司ひへはほって言います。寿司、お寿司、ひへはほ、寿司ひへはほね。ずじは難しい。すしひはほ、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 という感じですね。うおはへいうおはへ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 ぶぶぼぱべびぶぼぱべぶぼぱべびぶぼぱべぶぼぱべびぶぼぱべ。こんな感じですね。スタッカートちょっとだんだん難しくなってくるので、高い方になると少し長めに、うちはこうやってちょっとオープンドアでね、オープンドアで通気性を持ちながらやっています。いかがでしょうかね。通気性を持ちながらやってます。で、除菌スプレーしたりいろいろしてますね。あとね、ただ香りも大事なんですよ。鼻とかね、こうで、こうレモン、ちょっとこれ野方の方、あ違うか、これは体式マッサージの社員さんが作ってくださったね。こういいですね、落ちてる感じね。こうすると自然の中で何かこうわーってピトンチッとじゃないですけど、森林浴じゃないですけどね、この感じ、あるいはこういう、それがすごく大事かなと思います。自然の中で声を出しているような雰囲気ですね。アトリエグリーン音楽院、
来てください。よろしくお願いします。なんか触れ合うって言ってもね、直接ではなくて、心と心、あるいはその空気と空気みたいなね、そう、距離を持って頑張っていくのがこれからかなと思っています。では、ありがとうございました。負けるな、コロナに負けるな。